リメイクチャンネル、はいはい、いやもうあれですね、うん、2023年も終わるということで、うん、新たな2024年に向けて、うん、2023年の振り返りをしつつ、ルミヤキチャンネルの流行語大賞を決めたいなと思います。ない、ないとかじゃなくて、ないないない、とりあえずあの振り返ってみようじゃないかと。今はちょっとあれですけど、毎日更新をね、うん、頑張ってたじゃない、うん、頑張っていた。そうだから結構頑張っていた。あの動画もたくさん出してるんです。動画もたくさん出していた、うん、まあその中で、うん、まあ、伸びた動画もあり、全然、うん、回ってない動画もありつつ、うん、ちょっと動画を振り返りながら、うん、今年の流行語大賞決めたいなと思うんで、まず年明け一発目って、うん、これだね。金河新年、金河新年2023明けおめ、もう、うん、明けおめだよ。明けおめからの書き初めが全然回ってなくて、うん、今びっくりして福笑いも全然回ってなくてびっくりして、ね、こんなに面白いのにこの間ケネスと同卓したんだけどさ、まあ、リーグ戦で、うん、すごいおとなしくなってた、うん、びっくりした。平均すると多分まあ2、3万なのかな、わかんないけど、そうね、3万回ぐらいかな、うん、まあ 1.9 万、こんなに体張った息止め対決も1万7千とかだしさ、ね、やらせんなよこんなこと恥だけ抱えされてさ、ね、ネオ2人麻雀は、うん、あの出した後しばらくね言われてた、面白かったですって、うん、ね、うん、言われるけど、だってネオ2人麻雀はだいたい3万以上回ってるもんね、うん、で結構そのなんかやっぱ M リーガーをこう語り回す系は、うんうん、まあなんかそれなりな、そうだね、うん、気はしますね。あとこのブチ切れ系は結構回るなっていう、うん、そうだね、思う。アキさんが 何かに怒っているとコメランズにブチ切れてみんな見に来るねどうしたどうしたどうしたっつって、うん、あ、日本プロ麻雀連盟公式ルールが変わったタイミングに上がったやつはすごい回ってる、16万回回ってる、はい、みんな見に来たね。麻雀のことって結構回るイメージなんだけど、うん、そうだね、まだこの往来戦のやつとかさ、うん、あの交流戦とかはさそこそこだけどさ、うん、高度な読みと心理戦についてはさ、うん、もうだって麻雀のことなのにさ、うん、でもまあこれ対決だからか、そうじゃない、やっぱミニ対決あんまり、うん、人気ないね、姉妹間で争ってほしくないって思ってるみんな。あ、国士無双頭跳ねされた瞬間おもろに目撃したルミヤキは回ってますね、うんうん、回ってるね。これはもうケイちゃんのあのプク顔をみんな見に来てるんじゃないか。あ、これね切り抜きだからね、うん、あの結構短めなんだけどね、うん、いやヤマタ意外と伸びてるね。そうだね、うん、みんなやればいいよ。あ、トコチョのもしも大井高春が女性 M リーガーとデートするなら、うん、これね、すごい人気だね、うん、なんでだろう、大井高春もしかして人気なのかなまあ数字を持っているんじゃないかと思います、だって多分麻雀プロで一番多いからね、チャンネル登録者数が。チャンネル登録者数も多いし、あれだよね、麻雀のお話するときは結構集まるもんね、うん、あと100のことはね、うん、結構あの面白かったですみたいなのも聞く、うん、本田とも本田智弘は結構恐ろしい男だねこれはね、怪奇現象の一つ松ヶ瀬隆也との愛人契約問題とかねちょっと回ってるね。短いやつはやっぱ見やすいよね、1分40秒とかなんね。まあ商談システムもちょっとやっぱみんな気になるとこなんだろうね、ちょっと回ってるね。あ、このさ麻雀でさ漢字作ったじゃん、うん、これアホほど面白かったのに、うんうん、あんまり回ってないね本当だね、これ本当に面白かったけどな、ね、爆笑したけどね、うん、なんか自分たちでやって楽しいこととみんなが見て面白いことは違うんだっていうのをね、再認識させられるよね。そうね、なんか我々が面白いと思って伸びてほしいやつは意外と伸びてなかったりとかね、こんな、うん、こんなに6万回もついてるM リーガーが M リーガーキーホルダーガチャを引いたらが6万回も回ってるよ、どうして、なんでみんなガチャが好きなの、ガチャ回しに行くもう、ああ店牌で上がれますかね。懐かしいね、懐かしいチーマンの話だね、うん、あとは大輔さんの、うん、やつと、まあ、M トーナメント、やっぱ M 系はね、そうだね、うん、回るね。競輪当たり前体操全然伸びてないねあんなに一生懸命考えたのに、本当だね。
被害者に加害者が文句を述べることについてなんてもう全然興味ないんだね、うん、あービーストのね、うんうんうん、ドラフトの話と中断戦についてやっぱレミさんがぶち切れても回るねそうだね、うん、アキさんより回ってるレミさん怒らないからじゃあアキさんケネスにぶち切れたやつすごい回ってるから、うん、すごいあれは面白かった、うんうん、ポンが聞こえずチョンボ裁定が下った件に、うん、怒り心頭のやっぱレミさんが切れてるやつだねそうだね、うん、ああ斉藤戦ルールのねあとあれだね、大輔さんの大事なパーピンのやつ回ってるねやっぱ M 関連ですね、うん、白鳥教官のパイロットウィングススーパープレッシュ全然回ってない全然回ってないほどやってしてるけど、うん、6000回しか回ってないね M リーグ10チーム目のメンバー予想回ってるね、うんうん、10万あ私のスイカを即座にスイカを作ってしまう二階堂明6万回回ってるねすごいじゃんやっぱスイカ回るねまだ確かにジラフクレープが12万回回ってるってことはみんな食べ物に弱いと見た、うん、食べ物というか食べ物やろ M リーガーだよね M リーガー M リーガーと食べ物で10万回回るってことだよ脇さんこれ仮説として検証していこうもしくは M リーガーと一緒に食べ物屋さん行く行く、うん、でそれでどれだけ回るかちょっとやってみようなるほどいいよ M リーガーって我々も M リーガーだけどな一応ね公式対局で天保地方が出た時のリアクションの練習意外と回ってるね意外と3万回回ってるすごいじゃん3日で3万だよそうだ、ね、結構回ってる確かに昨日の脳トレは全然回ってないね私見たけどだからさこういうのでさ、うん、結局その傾向がまあ結局麻雀ってことだね麻雀とあとクレープクレープクレープ強いクレープちょっと食べに行こうか私この間一人で行ったんだよね、うん、焼け食いしたんでしょ焼け食いしためちゃくちゃうまかったあの照り焼きチキンのクレープああ美味しかったあの食事系のクレープって初めて食べたんだけど、うん、すっごい美味しかったまた食べたい食べに行こううんあとチキンを増量してほしいそれは有料じゃないか有料でトッピングできるのは絶対した方がいい、うん、まあ生配信はあれですよね M アートがやっぱり多いから多いゲームだったり萩原さんのボートのやつが 9.5 万、はい、さすがさすがハギーいやでもさすがのハギーもあれよジラフクレープには負けるのようんジラフクレープが強いねジラフクレープ強いな今年の一番最初は M アートですねああそうかもあそうですね今年はあの1月4日でしたっけ M がここのこれが一発目です、ねはいはい、あ3日かあれこれルミさん、アキさん、ルミさんか、ルミさんですね。ルミさんの一人ぼっち配信じゃないか。うん。ジャガのこのバイオハザードが生配信だと結構そうだね。あとはこのドラフトだね。うん。あこれすごいじゃん。私立松ヶ瀬学園に体験入学してきた15万。すごっ。すごいじゃん。高谷ちゃん人気だな。ね。生意気。チャンネル登録者数5万人くらいだけども。うん。高ちゃん。トコチョ、トコチョと4万しか回ってないじゃんトコチョしっかり頼むよあ、かやもりさやか75,000、7.5 結構いいねこれルミさんいなかったよねあ、そう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 、ね、なんか私がやってるところにさやかがこう来てくれたやつね、うんうんうん、急遽来てくれたやつ、うん、いい女だよさやか数字持ってんな持ってる、ね、だってほらクレープのさやかだし確かにさやかじゃないか結局かやもりさやかなんじゃないかうん呼びやすいしね、うんで考えるとさやかかなさやかじゃないかやっぱりクレープかさやかかさやかでいいんじゃないかちなみにあきちゃんは一人でできるもんあった確かにあきさんが一人で生配信できるようになったんだよな確かにそれはすごい成長うんじゃあ一人でできるもんでいいんじゃないか流行語大賞一人でできるもん今年はなんかそんな力のあるあなんかあったんじゃないかパワーワードが生まれた気がするんだけどなんだろう何かの動画で動画か発信いやアキさんが言った言葉アキさんが言った言葉で多分先月すごい力を持ってるワードを作った気がするんですよアキさんが何だろうえ何でゲームでいやわかんないなんかなんだろうな何だったかなちょっと失礼な感じだった気がするちょっと失礼ちょっと失礼なことはよく言うからねちょっと無礼だけどすごく面白いことを言ってた気がするんだよなちょっと無礼だけど面白いこと、うん、でもちょっと無礼なくらいがやっぱ面白いよねそうだね程よく、うん、程よく、うん、いやまあ思い出したらじゃあ、うん
でも今決めないといけないんで。じゃあ一人でできるもんで。一人でできるもん。いいと思います。はい。一人でできるもん。なあ。これを超える流行語が来年またできるのか。いいワードができたら書いてあそこに貼ってく。貼っていこう。貼っていこう。あのお引越ししてちょっと広くなったんで。そうだね。あのスペースはあるんで。うん、壁に貼っていきましょう、うん、でテープで、それがいわゆるノミネートされていくわけでしょ。あ、なるほどね。で来年その中から選べばいいんだ、うん、いいじゃない、うん、できたできたできたできました、はいはい、ということでそうだね、みんな、はい、あ、なんかあったら思いついたら俺はこのワードがいいと思うとか思いついたらコメント欄に書いてもらおう。だってグッバイアリスだってもう去年でしょ確かに、うんうん、あれもいいワードだったね。あれはだって未だに語り継がれてるもん。私だって昨日も言われたもん。デトロイト見ました、うん、つって私も見た、すごい聞く。なんかいいワードが生まれるといいですね、うん、来年も、はいはい、ということで、あったら以上、はいはい、首まで来た。